平本先生、今回もですね、富山県に関するお話なんですけど、富山県民の皆さんなら一度は聞いたことがあると思うんですけど、富山の金曜7時といえば、っていうこのかすれた声もおなじみなんですけど、まあ、富山の金曜7時といえば、報道番組、富山のローカル番組の、1F という番組が放送されていますね。もしかしたら地元民の方でも見ていないという方ももしかしたら多いと思うんですけど、自分は 1F をよく見ているので、今回は視聴者目線で 1F のあるあるをちょっと話していこうと思います。まあ、見たことがないという方は見たことがないというコメントでもいいので、またよろしくお願いします。それでは行きます。一つ目は MC 島川さんキャスター張りの安定感。この YF を進行されている MC の島川さんというのは、富山県高岡出身で、母心というお笑いコンビで活動されていて、おかんというキャラクターは富山県民の方でも馴染みがあるかと思います。で、この母心のおかんと、この YF の MC の島川さんというのは、実は同一人物なんですよね。なんですけど、この YF の進行の時は島川さんはスーツをビシッと決められていて、まあ、一見キャスターの方のようにも見えますし、まあ、実際のトークや進行もかなり落ち着いていて、とはいっても芸人の方なので、まあ、要所要所でボケを挟みながら進めていくという、まあ、生放送でありながらもう安心して見られるというのが MC の島川さんの魅力かなと思いますね。二つ目は結構大物ゲスト出演しがち。YF は富山のローカル番組なんですけど、まあ、自分が見た回で言うと、ヒゲ男爵さんとか、クワバタリエさん、ユージさんとか、事件ですって有名な、リポーターの安倍ユージさんとかが出演されていましたね。他にも地元出身の方で言えば、まあ、魚津市出身のミュージシャンのチコさんとかも、歌とか話が面白くて自分は結構好きですね。ただYF は、ゲストに注目するっていうのも、楽しみ方の一つかなと思います。三つ目は柴田アナキャラ抑えがち。柴田アナは YF の番組当初から出演されているアナウンサーなんですけど、いっちゃん KNB の夕方の番組にも出演していますし、まあ、その時は結構体を張ったボケとか、結構生放送ギリギリを攻めたボケとかされる結構クレイジーな面白い印象もあるんですけど、さすがに YF ではキャスターとして進行に徹しているというか、まあ、でも個人的には YF でもキャラ全開でボケ倒すみたいな展開も見てみたい気もしますね。4つ目は島川さん網谷アナいじりがち。まあ、中継や最後のフラワーレターを担当されている網谷アナウンサーなんですけど、まあ、中継の絡みの時とかに島川さんが網谷アナをいじるっていうのも結構1F の名物となってますね。網谷アナは結構真面目な方なので、まあ、お笑い芸人の島川さんとは結構相性がいいのかなとも思いますね。最後5つ目はフラワーレター知り合いかチェックしがち。まあ、YF の最後には富山駅前で、日頃お世話になっている方に対して、電話をかけて、花束と感謝の、言葉を届けるというコーナーがあるんですけど、まあ、富山駅前で、インタビューしているともあって、自分の知り合いが出ていないかなとかって気になって毎回ちょっとチェックしてしまいますね。もしかするともう自分の知り合いが出たことがあるよという方もおられるかと思います。でも金曜日に富山駅前に飲みに行くことがあるので、まあ、その時はなんか無意識に網谷アナを探してしまうっていう時もありますね。はい、以上が 1F あるあるになります。富山のローカル番組ともあってかなり限定的な内容ではありますが、富山県民の方が 1F を見たことがあるのかなというのも個人的には気になっていたので、1F を見たことがある、見たことがないでもどちらでも構わないので、またコメント欄の方にご自由によろしくお願いします。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。